はい、こんにちは。スタジオ K の茂木です。今回はですね、絶対に間違えてはいけないバタフライのタイミングということで、バタフライって第1キックと第2キックっていう2つのキックをやります。この第1キックでどういうふうに体をこう突っ込むべきかだとか、第2キックと合わせて手をかきたいんですけど、そのタイミングをどうやって取るか。また、呼吸、頭をこう上げていく。このタイミングはいつやったらいいのかっていう、結構このタイミングのところ、ここをですね、間違えて覚えてしまうと、後々直すのがすごく大変なんですよ。結構大人から水泳始めて、で、初めの方で、我流でやったり、見よう見まねでやってみた結果、変なタイミングで覚えちゃって、習いに来て、コーチとかからこう指摘してもらっても、なかなか最初覚えたタイミングが直せないっていう人結構多いんですよね。頭の中で一度バタフライっていうものがこう完成しちゃうと、そこからいじっていくっていうのはすごく難しいんですよ。駅から家まで、こういつも通ってる道がありますと。で、ある時工事をして、もっと近道ができたとします。でも、長年通ってた道の方についついこう行ってしまうみたいな。当然近道の方が早く帰れるっていうのは頭では分かってるんですけど、ついついぼーっとしながら歩いてると、ああ、いつも遠い方の道来ちゃったみたいな感じで、頭で理解してても体で覚えちゃうとなかなかこう直すのが難しいんですよ。で、それがやっぱタイミングだと思います。で、そんな風にタイミングを間違えて覚えちゃった人でも、どういう風な練習をしていくと、この間違って覚えたタイミングをいいタイミングに合わせていきやすいか、その練習方法も後半の方では解説しようと思いますし、まだこれからバタフライ泳げないとか、まだそんなに上手くなってないっていう人、上手くなる前にまずこのタイミングでちゃんとできてるかっていうのを確認して、そこで正しいステップでバタフライを覚えていく、そういう風にしていくと後々になってこうタイミングを直すっていうのはものすごく難しいし、一度完成しちゃったものに手を入れるっていうのは人間すごくストレスのかかることなんですよ。で、そういう風にならないようにやってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、早速ですね、まず最初に僕がいいタイミングで泳いでるバタフライの動画、これを見てみて、その後に悪いタイミングで泳いでるバタフライの動画も僕が頑張って撮ってみたので、そちらを見ながら、その水中動画を見ながらちょっと解説をしてみたいと思います。はい、まずはですね、いいタイミングでバタフライを泳いでみます。で、タイミングをこう分かりやすくするために、あえてかなり大きなうねりで泳いでいます。で、まず第1キックで潜って第2キックで手をかく、これが第1で、次が第2です。第1で潜って第2キックをしながら手をかいていきます。第1で潜って第2をしながら顔を上げる。そして今度はですね、悪いタイミングでやってみたいと思います。これは第1キックした後第2キックが先に入っちゃって、その後に手が遅れるパターンです。第1やった余韻でなんか第2キックやっちゃうみたいな、第1してすぐ第2みたいな、こういう風に第2キックと第1キックが合ってきちゃう人っていうんですかね、それが割と多いんですよね。で、まあ、あんな感じでバタフライ、まずはいいタイミングで泳いで、その後にあえて悪いタイミングで泳いでみました。で、まず第1キックのタイミングっていうのをおさらいしていくと、こう毛伸びして体を伸ばした状態から、溝落ち、胸あたりから体をこういう風に、お辞儀させるような感じにします。首だけでこういう風にお辞儀してもあんまり体重が乗っていかないので、首だけじゃなくてこの溝落ちあたりから体をカクンって折るような感じですね。毛伸びした状態から、こう毛伸びで伸びてる状態から溝落ちあたりからカクンって体を折ります。そうしながらキックしていくと、これが第1キックになります。第1キックでまず体重を前にかける。この体重が前にかかったことで進みます。ここで進みつつ潜る、潜ってで、水の中で胸を張って体をスーッとこう伸ばしていく。で、伸ばした後に第2キックを蹴りながら手をかいていきます。はい。これが正しいリズムになります。壁蹴って毛伸びした後、まずは溝落ちあたりから体を折りながら第1キックをして潜ります。そして水の中でちょっと伸びてから手をかきながら第2キックをして上がる。で、また第1キックで体をこう折る。で、前に体重をかける。第2キックをしながら体を持ち上げていく。これを交互に繰り返していくと、バタフライはいいリズムになります。ところがですね、これが結構多いのが、こう体を折って第1キックします。ここまでは結構皆さんできるんですけど、第1キックした後、第1を蹴ったその余韻で第2もやっちゃうみたいな。第1、第2みたいな。第1キック、第2キックって言って、第1キックとこの第2キックの間がすごく狭い、もしくはくっついちゃってるみたいな、そういう風になっちゃう人が多いので、第1キックを蹴った後に1回足をちょっとダラッとさせて、少し間を空けてから第2キックを蹴るようにしてみてください。そうしないと第2キックが効いてこないんですよ。第2キックが効くと、第2キックで足が下にしっかり落ちる。第2で足が落ちることによって体が立ちやすくなります。体が立つことで、この水面よりも肩の位置が高くなって、水の上に手が出てくるっていう風になります。これ第1キック蹴った後って、がこう前傾している状態になるので足って上がってるんですよ。でこの足が上がった状態ですぐ第2キック蹴っちゃうと足が沈まないということは肩が下がってるので、この辺にこう水面があるとすると、水面よりもですねこう肩が下がっちゃってるので手を水の上に抜こうとしても抜けなくなります。まあそもそもフラットバタフライで泳いでてあんまり前傾したり体立てたりとかしてない人であれば抜けることは抜けるんですけど、フラットバタフライで泳ぐためには肩甲骨やこの背骨の柔軟性、そしてある程度の筋力が必要なので、フラットバタフライを初心者、まずバタフライが泳げてない人がいきなりやるっていうのはかなりハードルが高いと思います。もう僕の中のイメージではハイハイしてた赤ちゃんがいきなり自転車乗るみたいな、まず立って歩けるようになってから乗りなよみたいな感じなんですけど、ハイハイからいきなり自転車乗っちゃったみたいな、それぐらい、できる人はできるかもしれないんですけど、僕みたいな一般的な運動能力しかない人にとってはハイハイからいきなり自転車はちょっときついなっていう感じなんですよね。なのでフラットバタフライの前にまずこう前傾して体重を乗せる、で体を立てながら浮いてくる、こういうバタフライをちゃんと覚えて、それを徐々にフラットにしていく。で、フラットにしていく過程で肩甲骨とか背骨が硬い、動かないっていう人は、うちに来てもらってもいいですし、陸上のパーソナルトレーナーについて、肩甲骨の動きとか、この胸椎とか、胸郭とか、その辺の柔軟性を出していくトレーニングをしていく。そうしないと、なかなか一般の人で、フラットなバタフライが泳げるようにっていうのはなかなかならないと思うんですよね。なのでまずはタイミングをとって体が前傾している状態と体がこう立っていく状態、ここでしっかり体が前傾した時に第1キックをして、そのままの余韻でバンってすぐ第2キックを蹴らないで、ちょっと一旦ここで間を空けて、その後第2キックを蹴りながら体を立てていく。こういう風にして泳げるといいと思います。そして今説明したのはキックと手のタイミングだったんですが、実際バタフライを泳ぐ時にはこれに呼吸のタイミングも合わさってきます。で、呼吸のタイミングはいつがいいかっていうとですね、まず第1キックしてこうぐんと潜っていきます。潜って水中で伸びます。この伸びてる時にこうやって前を見ながらスーパーマンが飛ぶ姿勢みたいな、こういう感じで伸びちゃう人いるんですけど、顔を上げて伸びると体がすぐ浮いてきちゃうので、もう手をかいてないとおかしいくらいなこう体の浮き具合になっちゃうんですよ。これだとバタフライが忙しくなる。しかも体重が乗ってる時間が短くなっちゃうので、壁蹴って第一キックしながら潜ります。で、水の中で伸びます。この伸びてる時は頭は下に入れときます。そして手をかき始める。第2キックを蹴りながら手をかき始める時に頭も徐々にこういう風に上げていくんですが、こうやって顎をこう上げないようにしてください。顎を引いた状態で首の後ろのこの辺の皮膚ですね、この辺の皮がこう伸びてる状態が理想です。この皮にこう首の後ろの皮にシワが寄るようなこういう形になって上げないようにしてください。むしろここの皮膚を伸ばすような感じにして上げていきます。こうすると真正面は見えないはずなんですよ。斜め下の水面ぐらいが見える感じになります。正面が見えちゃうっていうのはあんまり良くないと思います。まあ競泳選手とかはボディポジションがとにかく高いので体がグンって浮き上がるので、顎引き気味でも結構こう高く上がるんですけど、それはスピードが出てるから、スピードが出ると浮力が上がってくるので、それで上がってくるようなものなので、そこまでスピードを出してないバタフライであればそんなに浮いちゃうのはやっぱりおかしいと思うんですよね。反りすぎちゃってるとこういって前じゃなくてこの場そのまま真下に落ちてきます。こういう風に上がってると手を入水させて入れた時に前に体重が乗りやすくなって上がってその場に落ちるっていう感じじゃなくて、上がった後手がふわっと上がった後前にグンってまたここで乗れるようになって、これで進んでいくようになります。なのでバタフライのタイミングに関しては、第1キックでまずここみぞおちあたりから体をこういう風にお辞儀する感じですね。で潜る、潜った後ちょっと伸びて、その後第2キックをしてください。第1してちょっと伸びて第2キックで、この第2キックの時に手をかいて頭を上げる、このタイミングが一番いいと思います。これはゆっくり泳ぐ時も早く泳ぐ時も変わらずにやっていけるといいんじゃないかなと思ってます。で今度は先ほど見本で泳いだ時っていうのは、手と足のタイミングを分かりやすくするためにゆっくり、そして大きなうねりでやってみたんですが、実際に泳ぐ時あそこまでうねると逆に疲れちゃうので、今度は僕が実際に気持ちよくテンポに乗ってリズムに乗ってバタフライを泳いでる時の動画、これを見ながら手と足、そして頭を上げていくタイミング、これをちょっと見てみたいと思います。はい、こんな感じでドルフィンから浮き上がってバタフライを泳いでいきます。第1第2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 、まあ今ターンしましたね。はい、そんな感じで第1キックの後に第2キック、はい、第1第2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 、こんな感じのテンポになります。まあ今のは結構スピード上げ目で泳いでたんですが、それでもしっかり第1キックと第2キックが入ってます。あれだけテンポ早く泳いだとしても、第1第2第1第2第1第2みたいな感じじゃなくて、第1を打ってちょっと間があってから第2を打つっていう風なリズムで泳ぐようにしてます。でどうしてもバタフライの練習ってビート板持ってキックの練習とかするとバン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 って連続して打つ練習をキックの練習でしちゃうことが多いと思うんですよ。で連続してキック打つ練習をしてると、第1した後そのまますぐなんか反射みたいなので第2キックが入ってきちゃうんですよね。だから僕がバタフライのキックで練習でおすすめなのは、ビート板持ったりもしくはビート板持たないで壁蹴ったらトン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 、これぐらいトンって蹴ったら一回ちょっとここで足をリラックスさせて次のトンを打つ。これをトン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 って打つとこっちの方がスピードが出ます。スピードが出るからなんかやってて気持ちいいし、なんか水泳の練習してるぞって感じがするんですけど、これでやっちゃうと結構バタフライを泳ぐ時に第1第2第1第2って第2が早すぎちゃって、第2キックした後に手が遅れてついてくるみたいな感じになっていきやすいので、トン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 、こういう練習をしとくといいと思います。でバタフライのタイミングを間違えて覚えちゃった人、こういう人もまずキックから直すのがいいと思うので、なんか第1キックと第2キックがもう密接に密になんていうんですかね、つながりすぎちゃってるというか、このつながりが強いのでここを切らないといけないんですね、第1と第2の。そのためにまずはキックの練習として連続でバン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 って打ち続けないで、トンってやってちょっとだらっとリラックスさせてまたトンって打つ。この練習をしてもらって、でこれができてきたらこれに平泳ぎの手を乗せて、第1キックでトンってやって潜ってちょっと間空けてから第2キックしながら平泳ぎの手をかく、また潜って第1ちょっと伸びてから第2、こういう風に平泳ぎの手とバタフライの足を合わせるドルブレとかっていう練習があるんですよね。この練習の中で、第1キックと第2キックを分けていくっていう、これをやっていってもらえるとバタフライにおいていいタイミングで手が使えるんじゃないかなと思います。今回はですね、バタフライにおいて非常に大事なタイミングの話をしました。でこのタイミングがうまくいってないと、例えばキック単体でやったら速いとか、もしくはプル単体手の動きだけでやったら速いみたいな人も合わせたらむしろマイナスになっちゃうみたいな、そんな感じでですね、タイミングが合ってないだけで自分の持ってる筋力とか、キックの水をつかむうまさとか手の水のかくうまさとか、そういうのが生かされてこなくなってしまうので、タイミングをちゃんと取る、適切なタイミングでトンと合わせていく。そうすることで少ない力でも進むようになります。でもちろんトップ選手はこのタイミングを的確に取れた上で、さらにより筋力を乗せていくためにトレーニングしていったり、そういうことをしてるわけなんですが、そこまでいかなくてもやっぱりいいタイミングで泳げることっていうのが気持ちよく水泳をしていく上ですごく大事になると思うので、ぜひ今回の動画を参考にしながらいいタイミングで泳げるように、トントンっていう風にキックの練習をしてみてください。キック単体でのスピードは遅くなるんですが、キックの目的っていうのはキックで速く泳ぐことじゃなくて、コンビネーション、要は手と足を合わせて完成形のバタフライにした時に速くなる、そのためにキックやってるので、目的と手段をこうちゃんと分けて考えていって、キックだけで速いって言ったらもうバーってやってた方が速いんですけど、それだけで速くてもコンビネーションになって生きてこなかったら意味がないと思うので、キックの練習は遅くてもいいと思ってます。なのでとにかくそのタイミングを意識してコンビネーションで結果が出るように練習を作っていってもらえるといいんじゃないかなと思います。はい、では今回も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価が更新の原動力になります。また、チャンネルメンバーシップではメンバーシップの方限定の動画で、ここスタジオ K の中でやっているトレーニング、腹圧とか姿勢、あと呼吸だとか力の抜き方、そして抜いた状態のこう体に力をヒュッとこう通していくようなやり方とか、ちょっとそういったマニアックで表になかなかこう出しにくいというか、はい、そういう内容をメンバーシップ限定動画の中で公開しています。もしご興味がありましたらメンバーになるっていうボタンを押していただくと、どんなコースがあるのかっていうのが見れるので、その辺をちょっとチェックしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。